訴えを起こしたのは大阪で竹藤の幹部をしていた30代の男性です。訴えによりますと、男性は1991年に入社して以来、過酷なノルマを課され、達成できないと上司から電話で罵倒されていました。会社いくらだ。側は補助を見ていないのでコメントできないと思います。